さん、メリークリスマスイブって感じで、皆さんこんばんは。今日ね、2022年12月24日のね、夜6時なんですけど、ご覧のようにですね、今中国はゼロコロナが緩和されて、一気にコロナがみんな爆発しましてですね、今ちょっとメリークリスマスイブのね、メリークリスマスイブハンバーガーをマクドナルドに食べに来ようと思ってね、夜の6時なんですが、もうすでに見てください、こちらマクドナルドなんですけど、閉まってますWish you a Merry Christmas and wish you a Merry Christmas and Happy New Year って感じでね。いやいや、全然メリークリスマスでもなんでもないですよ、これ全然ハッピーでもなんでもないし、全然メリークリスマスでもなんでもないですよ。さっきスターバックスも行ったんですけどね、なんかもう終わりだっつって、夕方6時で閉められちゃってね、僕はYouTube の動画編集でもしようかなと、もう暇なんで、あんまりにもね、会う人もいないし、友達もいないしね、恋人もいないし、家族もいないんでね、もう一人でクリスマスソングでも歌いながらね、マクドナルドでハンバーガーでも食いながら、ちょっとクリスマスの動画でも編集しようかと思ってたんですけどね、まさかのクリスマスケーキを食べることもできず、ね、女の子とイチャつくこともできずクリスマスイブね、クソ寂しいですわ、寂しい限りですよ、もうもうこれ寂しすぎるだろ、これ死にますよマジで。大丈夫ですかね。あ、コーヒー店開いてますね、なんか2軒ここ入れますかね、ここでちょっと編集できますかね。これもう帰れってことなんですかね、もしかして。もう僕行く場所がないですよ、もう。前どうしましょうかね。ちょっとこのコーヒーショップ入ってみようかな。ちょっとね、あんまね、部屋の中にいたくないんでね。ね、こちらのコーヒーショップもね、もう閉店だって言われましたね。帰ってくれと。もう店閉めるんで帰ってくれと。もう一個も空いてないですね、これ。一個も空いてないですよ。じゃあ、もう諦めて帰りますわ。もう帰って寝ますよ。じゃあ上がりましたよ、もう帰って寝ろってことですね。分かりましたよ、もう帰って寝ればいいんでしょ、寝れば。寝ますよ、じゃあもう帰って僕寝ますよ、もう何もしないですよ。じゃあもうどこにも行かないし、何も喋らないし、何も食べないで寝ればいいんでしょ、寝れば。分かりましたよ。もうコーヒー飲めないかな、ちょっと聞いてみますか、コーヒーあるか。このコーヒー美味しいんでね、大好きなラッキンコーヒー聞いてみますか。あれ、现在可以待、现在可以点菜吗？已经关了。なんかみんなね、あれだって言ってますね、もう終わりました、閉店ですって言ってますね。早いですね、もうやってないですね分かりました、もう諦めました。もうこれだけ言われたらもう分かりましたよ、もう帰ります。はい、じゃあクリスマスイブはこんな感じでした。クリスマスイブは一人でゆっくり部屋でね、なんかホームアローンでも見て、まあ、まさにアローンなんでね、まさに今アローンなんで、家でマコーレカルキンのね、もう薬中で狂っちゃったマコーレカルキン、薬中で狂う前のね、マコーレカルキンの昔の子供の頃のね作品でも見ますよ。 Wish you a Merry Christmas and Wish you a Merry Christmas and Happy New Year って感じでね、いきますわ。皆さんありがとうございました。